で、続いて第3位。不満探しをやめて満足探しをしてみるです。これどういうことかというと、マキシマイザーの特徴としてですね、今の自分がやってる仕事にどんなに満足していても、なぜかもっといい仕事があるんじゃないか、もっといい転職先があるんじゃないかって常に探しちゃうみたいな傾向があったそうなんですね。ところが残念ながら僕らの人生っていうのは、不満を探したらどんなものに対しても不満が見えてきます。今の仕事も不満に目を向けたらいくらでも不満が出てくるので、どちらかっていうと満足する場所を探すっていうのはすごく大事ですね。で、別に転職するなって言ったわけじゃなくて、転職した時も前の職の場で不満なところばっか探して、それが理由で転職するとどうなるかっていうと、前の職に比べて明らかにメリットが増えてるのに、例えば違うデメリットとかが見えてきて、あ、この仕事はこのデメリットがあるから他は満足してるけどダメだなみたいな風に、ダメなところを探す癖がついちゃうんですよ。こうすると自分の人生とか仕事とかに対する満足度が著しく低下してしまうので、やっぱりね、不満探しをやめるんじゃなくて満足探しをした方がいいと思います。